さあ本日のゲスト引き続き TBS ラジオのニュース番組でおなじみ崎山俊也記者ですすよろししくお願いまさあ、まあま崎山さんはね、えー、もう皆さん、えー、事件事故がある時それからね科学技術関係とかね医療とかそういった問題の解説ではもうね皆さんおなじみだと思うんですが「本ナビでは、えー、日頃あまり目にしない崎山さんの横顔を今日はね このままではなんかその <laughs> 先ほどさんがすごくね好きな国のことについて語ってもらおうっていうことになりました、はい、それはどこですか はい、えー、私がですね残念ながら仕事では一回も行ったことがない国なんです <laughs>、えー、プライベートで行く国プライベートで行く国です、ね、仕事にしたいと思いながらも仕事になかなかならないんですねプライベートで行ってしまう国が実ははい東南アジアのタイという国ですね、はいとしのタイランドはい微笑みの国タイランド、まあ微笑みの国でもありますけれども本当にそれ以外の面も本当にいっぱい持っている多様な国ですけど もう仕事では一度も行ったことない、はい、とにかくもうプライベートで通うタイな,なんでタイなんですか っていうかね、最初はね、実は今の天皇陛下の、実は東南アジア訪問についていったのが初めてで、その時にタイの王女さんと親しく話をさせていただいたのがですね、タイの王女様と親しく話すチャンスなんかどうしあったんですよ、スコータイという昔のタイ人の遺跡のところで、プレスに対する王女の歓迎の縁みたいなのがあって、王女さん、英語が非常によく喋れるシリントン王女って方なんですけど、この方、 とちょっとあのタイのこの辺の遺跡は何世紀ぐらいからあるんですかとか、うん、タイ人にとってここはどういう意味があるんでしょうかみたいなそういう話をちょっとさせていただいてで非常にあのなんていうか聡明な方でですね、うん、あの感動してしまったのがですね始まりなんですよちなみに現在もまだ独身でいらっしゃいますがえー、え,えそれ何歳の時えっと私が278歳の子ですね青年さっきの胸にその王女の聡明な姿が。 はい、そうですね。印象深く残って。はい、そうですね。それ,でそれからついついタイに行き始めたら、うん、どうしても徹底する、あの、しまうので、例えばタイの留学生と飲み会で、うん、このタイの県をいくつ言えるか合戦とかですね。<laughs> タイの歴代首相をどれだけ言えるかとかですね。それは山手線の駅家とか、東京23区の家とかいうのに近いノリがそうそう、うん。そういうことで留学生に意外と勝ってしまったりです、ね。えー そういうことができるぐらいですね <laughs>、そういう意味では、別にあの綺麗なビーチにはまったとかですね、うん、タイの綺麗なあなニューハーフの方にはまったとかですね <laughs>、そういうことは全くないんですよでタイのアイドルにはまって、握手会に行ったこともあるんだって、タイイのアイドルの握手会なんとかあるんですけど、去年、たまたま私の好きなニウイというアイドルがいまして <laughs> あの、タイから CD を取り寄せたりしてるんですけれども、あの日本でたまたまあの、タイのアイドルとか、モデルさんによるなんかあの、ファッションショーかなんかがあって。 でそこであのちょっと握手など写真を撮ったり写真もできた今日あ写真あ写真あのあるんじゃない出して出して出してどれどれ携帯の待ち受けあ待ち受けすあらかわいいあこの人かわいいねちょっとあれですねバタ臭い感じのあちょっとバタ臭いかもしれないですねでもにおいは純粋なタイ人なんですよねタイのアイドルってこれ タイのアイドルってち、ちょっとこれは余談ですけど、うん、実はあの、バタクサい方が好かれていて、でーハーフの方が多いんですよ。非常にアメリカとタイ人のハーフだとか、<ー>あの、ドイツ人とタイ人のハーフだとか、この方は純粋タイ人なんですけどね。あのカ菅野美穂ちゃんに似てる感じが、ね、ちょっとね。うん シュッとね目尻が綺麗ながら感じでね綺麗な握手してもらったんだええー、握手してもらいましたで写真撮ってもいいですかって「イ語で言ったら息を通じて <laughs> あよかった」みたいな「イ語で聞いてた <laughs>、はい、そしたら喜んでるでしょイ語であい続けてくれたら、ね、あ,たあと「太でしか売ってない CD を出したらそれも大変喜ばれました <laughs> もうね今ねちょっとラジオでねさっきの表情が皆さんにご覧いただけないのがね残念だわもうなんていうの とろけそうな顔してるよ<あ>うがいう,、ね、うひゃ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 みたいな <laughs> そんな顔するんだっていう感じなんですけど <laughs> あんまり見たことないですよねうう見たことない見たことない、えー、もう目がもうなんかね <laughs> 三日月みたいになっちゃってるけどさあでね今日はねそのタイに関する本いろいろあるんでしょうが二、はい、冊持ってきてもらってまして、はい まず一冊がね、タイ鉄道旅行っていう本なんですね。はい、えー、まあ私は鉄道好きではあるんですけれども、はい、実は鉄道って、実はタイ人って意外と乗らないんですよ、はっきり言って。<ー>あの、私が鉄道に乗って、あの、どこどこ行くよっていうと、タイ人の友達からはですね、えー、なんであんな遅いもので、汚いもの飲むのみたいな、<ー> <laughs> バスの方がいいじゃんというふうに。基本はみんなバスを好む、はい。ベトナム戦争時代にアメリカがすごい投資してるので、うんうん、道路がものすごい整備されてるんですよ。 なので、バスが、高速バスが本当に15分おき具にどんな街にもバンバン出ていて。タイってものすごいでまたぶっ飛ばしますよね。ぶっ飛ばします。すごいです。私も一回乗ったことあるんだけど、すっごい、た、それだけタクシー乗ったんだけど、140キロか50キロぐらいぶっ飛ばしたよ。いや、頼むからもっとゆっくり走ってくださいって言うんだけど、みんなビュンビュン走ってた。交通機構も多いんだけど、まあそれはそれは別として、タイ人にとっては速くて、快適で、で、しかも綺麗なお姉さんの乗務員が乗っていて、おしぼりとかサービスもしてくれて、という、 こういうバスの方がですね大変人気なんですよ。と鉄道はそれに対して時間が不正確な上に汚いとあんなのになんで乗るんだと言われるんですけれどもタイの鉄道ほどですねあのなんというか。 タイがわかるというかですね、<で S 2> <laughs> タイの鉄道に乗れば、本当にタイを知ることができるんですよ。で、このタイ鉄道旅行っていう本は、岡本和幸さんっていう、はい、カメラマンの方なんですけどね、滞<の>在中の。それがちょっとこの素敵な写真も入ってるんですね、はいはい、これ。ああ、はい、本当だ。現地の夫婦が写真がいっぱい入ってて、で、これはそのタイを旅行する人の筆携の書と言われていて、路線図から乗り方から時刻表付きっていうんだけど、はい、時刻表はちょっと古いですけどね、しょうがないですけどね、これは毎年改訂されますからね。はあはあ、はい 時時刻刻表表通通りりに来るの意味ないじゃん <laughs> 特に地方に行くともう1時間遅れ2時間遅れは当たり前ですのででもそのタイのわざわざあえて乗る鉄道のね旅のはい 楽しさというかか魅力は何なんですかなんで鉄,道な鉄道の旅って結局の鉄道って単なる移動手段じゃないと思うんですよね、うん、結局鉄道ってのバスとか飛行機って自分の座席からほとんど動けないじゃないですかでも鉄道って結局中を動き回ったり、うん、あの駅ではちょっと降りてみたり物、うん、を買ってみたり、うん、そういうことがあ,のありえるじゃないですか、うん、とあと駅っていう場所にはなぜかあの特に隣のなんか市場がくっついていたり、うん、あの有名人の肖像画や銅像があったり うそういう意味でその街その,の文化とか <laughs> そういったことを知るのにはですねやっぱり鉄のが最適だと思うんですよねどうしても飛行機だと途中の風景は全く見ないしあのまあバスでもやっぱりなかなかあの途中で乗り込んでくるってこともないし物売りがあ<ー>鉄道だとどん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 物売りが乗り込んできて <laughs> でその物売りがいついちゃったりしておしゃべり始めちゃったり <laughs> いろんなことがありますからね。長い路線乗っっててるとまあ確かにその車内の空気すら入れ替わっていく ような感じがある、はい ね、そうですねタイでもでもすねとい、まあ、っ,っても多様で,で、例えばあのカンボジア人、クメール人がいっぱい住んでるところもあれば、うん、ラオスに近い民族が住んでところもあるし、うん、ベトナム人も住んでいる所があると、うん、するとその駅で出す朝食も、ですね例えば、うん、ベトナム人だと、フランスパンがついた目玉焼きみたいな、<ー>そういったものが出るんですよ、あとこの辺はベトナム人がいっぱい住んでるんだなってことが分かりますし、うん、あるいは逆にカンボジアに近いところに行くと、うんの、いきなり兵士が乗り込んできて、パ、うん、スポート出 ってでんでって聞くと。 ポドポドとかの答えるんですよ。<ー> <laughs> あ、そうか。この辺は、ポドポド派の兵士が逃げてきて、ポドポド派の兵士が出てくるかもしれないから、一応警戒してんのねっていう,うことが分かったりですね。<ー>そういういろんなことが、本当に肌感覚で感じることができる。へぇ<ー>、うん、すごいわ。で、そんなタイにご興味をお持ちになりましたらば、はい、ぜひタイの歴史をね、学んでみましょう、はい、ということで、物語、タイの歴史、柿月一郎さん。はい、これは、えっ、ー、と、中央公論新書で、2007年に出てる本ですけど、はい けれど、はい、あの最初の入門としてはいいですか。そうですね、っていうか、実はこの柿崎さんって方、は横浜私立大の先生なんですけど、<ん>実はタイの鉄道の歴史の研究者なんですね、本来。あそうなんだ。そうなんです。 で例えばカンボジアに向かうその鉄道とかの歴史を研究していると、うん、実はタイとカンボジアって仲悪い時期と仲良い時期が交互に現れるんですねほうほうで仲をよわあのわ悪い時期というかタイがカンボジアを圧倒していた時代というのが戦前にあって、うん、どういうことかっていうとタイは当時軍事大国日本と組んでたわけですよ。日本と組んでいて で当時、フランス領インドシナだったタイに対して、あの、すごい圧力をかけて、今のアンコール・ワットの辺りまで、全部領土としてもらっちゃうよって言って、もらっちゃったって時代があるんですね。で、その時代に結局、国境を越えて鉄道を伸ばして、タイからカンボジアまで、あの、直通の列車を走らせた時代があるんですね。そういう時代の産物なのが、この今のタイとカンボジアの国境なんですよ。 で、また仲悪くなって、また仲良くなって、また今仲悪いっていう繰り返しをやってるんですけれども、そのたんびに国境が開かれたり、国境が閉ざされたりして、<ー>で、閉ざされてる時期は、あの、アランヤ・プラテートってとこなんですけど、そこに行くともう本当にあの、この辺り時代埋めてある注意みたいな、すごい世界ですからね、<ー>本当に。そういうあの場所まで鉄道っていうのは行くことができるんですよ、ギリギリの場所まで。 そういう意味では、あの、鉄道を辿っていくと、タイの歴史を知ることができる。本当に。この、この本の帯がね、はい、えっと、弱渡り上手なアジアの優等生って、はいはい、帯なんですけど、このタイの歴史の本のね。はい、タイっていうのはそういういろんな歴史の中で実に弱渡り上手なんだ。うね、外交が甘いんだ。今言ったように、日本と同盟を組んでいたにもかかわらず、うん、実はものすごいせこいやり方を使うんですけど、うん、せこいやり方で、あの、第二次世界大戦が終わった後、敗戦国にならなかったんですよ。 連合国の一員になったんですよ。えー、日本と組んでいたのに。えまで気にも留めなかったけど、そういうことね。はい、そういうことなんです。まあ、タイはもともとイギリスとフランスの植民地に挟まれていて、<ー>そこで生き抜いたってこと自体も、ね、とってもすごいんですけれども。あのど独立を守り通したっていう。独立を守り通した、うん。そういうイメージはあったんですけど、うん、まあ考えたら日本と組んでたんだから、もうちょっとひどい目に遭う可能性あったのに、うん うそう戦争にどちらかったと勝った国の扱いをですね、<laughs> あの、受けているというね、それに対してはもうタイはすごいせこい、まあこ、それはせこい方法はこれ読んでもらえればわかるんですけれども、<laughs> あ,あ,あの、まあ単純に総理大臣が姿をくらまして印鑑を押さないとかですね、<ー>大事な文書にね、<laughs> まあそういう方法などを使ってですね、いろいろ乗り越えてきたんですね。まああの、うん、そのタイがね、どんな風に乗り越えたか、ちょっと私はまたこの本を読んでみたいと思いますが、これはちょっと見習った日本も学ぶべき点がね、すぐほら日本、 今日はほら何堂々と席を蹴ってきましたみたいなね話になっちゃうけど席蹴っちゃったら終わりなんでさっていうね。 なんかその辺のところっていうのはう、ね、ちょっと面白そうです、ね、でタイも内政的にも国王をうまく使い、うん、軍が操ったり、うん、あの民主化の要求とかもうまく使いながら、非常にまあいろんなやり方でうまくいってきたんですね、うん、ところが最近、ちょっとタックシーンという方が現れてから、えー、あの残念ながら、ちょっとタイに混乱が起きてしまってるんですけれども、うん、それに対するこれまでの世渡り上手さっていうのが、どうこれから生きるか、うん、結局、今、政府と民衆が対立してますけれども、そこに裁判所とか、 数密とか密全然別の権力が現れてですね、突然は収めてしまうみたいな場を収めてしまうというようなことを何度も繰り返してきてますので、これからもタイは意外とうまくやっていくんじゃないかなと思うんですけれどもね。 うん、結構、タイのデモってまず死人がほとんど出ないことに知られてますからね、ねうん、デモとかクーデターというのは。見た目派手な割にはね。そうなんです、うんあの、そういう意味では本当に他の国と違って、悲惨な、その国を二分してしまったとか、その証りが後まで残るというようなね、うんうん、例えばカンボジア内戦みたいな悲惨な歴史は、あのどうもたどらずに、タイはこれからもうまくやっていくし、これからもうまくやっていたんじゃないかと、うん、その辺をこの交通史の研究家の木崎さんが、自分だったらタイをこう見るぜという歴史か。 を打ち出した本なんですね。まあ、これは、はい、もう本当に入門書に最適だと思います。うん